がとうございます。これで本番前の打ち合わせは全部終わったね。リハの時にはまたいろいろ話すことになると思うけど、それまでは練習に集中できそうだね。そうだね。お客さん来てくれるかな。それなら大丈夫だよ。ほら。え？それってチケットの予約リストだよ。まだ手売りしてないのに、思ったよりチケットが届けてるんだ。本当？それってもしかしてアカウント作ったり、ルイさんにサイト作ってもらったからかな。新規のお客さんも結構いるみたいだから、それが大きそうだね。ただまだ目標数には届いてないから、あとは手売りで頑張っていこう。うん、そうだね。お客さんでぎゅうぎゅうにしちゃおう。それじゃあ今日は頑張れよ。あれ、この声。ん？ああ、皆さん、偶然ですね。あ、進藤さん、こんにちは。こんにちは。今日はライブではないですよね。はい、ワンマン前の打ち合わせに来たんです。ああ、お疲れ様です。アカウントの方で準備の様子は見させてもらっていますが、順調ですか？はい。最初はやることが山積みで、いっぱいいっぱいでしたけど、今は落ち着いて、思い切り練習に打ち込めているので、順調です。そういえば、進藤さんは今日もお仕事ですか？ええ。今日出るうちのバンドを見に来たんです。え？もしかしたら知ってるかもしれないですね。うちのレーベルからインディーズデビューしてるギミーというバンドです。え？ギミーってあの？しほちゃん知ってるの？うん。横浜のあたりで活動してる人気バンドだってことくらいだけど、進藤さんのところに所属してたんですね。ええ、ちょうど皆さんと会った頃に所属が決まったんです。今は活動範囲を広げていて、この箱でやるのは2度目なんですが、よかったらこの後見ていきませんか？ええ、もしかしたら皆さんの先輩になるかもしれないですしね。あ、ありがとうございます。先輩になるかも、だってなんだかワクワクしちゃうね。さき、気が早いよ。今回は勉強させてもらおう。うん、そうだね。デビューをしてるバンド、スタンダードさんの演奏は聞いたことがあるけど、それ以外は生で聞いたことってほとんどないな。どんなバンドなんだろう。そろそろ始まりそうですね。的な世界観にぴったり。
声だからこそ切ないパートが際立って、すごいな。演奏のレベルもかなり高い。みおりさんたちにも引けを取らないくらい。ここまで完成度上げるのに私たちならどれくらいかかるんだろう。すごい存在感。こういうバンドがレーベルに所属できるバンドなんだ。大丈夫ですか？少し表情が暗いようですけど。すごいバンドだなって思って。ああ、そうですね。彼女たちは実際かなり人気もありますし、ちなみにどういう部分をすごいと感じましたか？まずは演奏のレベルですね。かなり技術力が高いなと思いました。私はすごく個性があるなって感じました。曲の世界観とボーカルの声がぴったりハマっていて。プロになれるバンドにはそれぞれ必ず武器があるものです。ギミーなら今皆さんが言ってた通り、高い演奏技術と独自の世界観ですね。どうですか？現時点で皆さんに彼女たちに勝てそうな武器はありますか？それは少し意地悪な質問をしてしまいましたね。もちろん皆さんの演奏は悪くない。特にベースの日野森さんは相当の手だれだと思います。ありがとうございます。ただ残念ながらそれだけじゃ売れる可能性は低い。そして売れる可能性が低いバンドを所属させるわけにはいきません。こっちも仕事なので。だから皆さんが本気でプロになりたいなら、皆さんの売り、武器を意識して使っていくべきでしょうね。武器を意識して使う？それってもしかして、私たちは何かもう武器を持っているっていうことですか？ええ、そういうことです。まず作る曲と歌詞がいいですね。同世代の若者に受けています。程よいダークさのある曲から明るいポップな曲まで振り幅広く作れるのもいいですね。ここは皆さんの武器になるでしょう。ただ売るということを考えるとこれだけではまだ足りません。そうですね。じゃあ私たちの武器って？もう一つあります。それは若さです。ギミーは平均24歳ですから、その点大きく優位に立っています。若さってもしかしてそれ、女子高生バンドとして売れっていうことですか？前に噂で聞きました。皆さんがそういう形で売れたくないという話は。じゃあ
どうしてそんなこと。さっきも言った通りです。皆さんには目がある。曲もいいし、演奏もこれからどんどん伸びる。ですが、それだけで売れるほどプロの世界は甘いものじゃない。だからってどうして若いって部分を武器にしなきゃいけないんですか。皆さんからしてみたら、若さは特別なものじゃないでしょう。だが世間はそうは見ません。スポーツだってそうです。プロの試合より甲子園やインターハイを見たがる人間がいる。若者が青春をかけて頑張っているということは、それだけで感動的で大きなフックになります。なら武器として使わない手はない。この世にはプロを目指すバンドが5万といます。その中で生き残るためには何だって武器にする必要がある。違いますか？それは確かにそうかもしれませんけど、でもそれは何か違うんじゃないかって。何が違うんでしょうか？それはプライドは捨てた方がいい。夢をつかみたいなら時には代償を払うことも必要ですから。どうしよう、まさか急にこんな話になっちゃうなんて。プロとしてやっていきたいと思うなら、使えるものを全部使う必要がある。それはわかる。進藤さんの言うことは確かに間違ってない。わかるけど、それでいいの？一番大切なことを忘れちゃダメだよね。納得いきませんか？嫌だと思う気持ちはわかりますが、使える武器を使うのは悪いことではありませんよ。一度考えるくらいは。それでもダメです。そうしたらきっと後悔することになると思うんです。ほう。後悔するですか？どうしてそう思うんですか？プロとして売れることが簡単じゃないということは、私にも少しはわかります。売るために若さという武器を使う、そういう考え方があることもわかります。なら、でも私たちはお客さんたちに青春をかけて頑張っているというところを見てほしいわけじゃないんです。何よりも私たち4人の演奏で心を震わせてほしいんです。私たちは他のバンドとはちょっと違うかもしれません。もともとバンドをやりたくて一緒に始めたわけじゃなくて、幼馴染の4人で一緒にいたいという理由でバンドを始めたので。
ちはどんどん動いていきました。みんなの気持ちに触れて、私もいろんな人の心に響く演奏をしたいって強く思うようになりました。さっきいいと言ってくれた曲だって、売れるために作ったわけじゃありません。さきちゃんが私たちのことやお客さんのことを考えて一生懸命作ってくれた曲です。いちかちゃんの歌詞も、しほちゃんの演奏もそうです。たくさんの人の心に響かせたいっていう思いが一番に入ってるんです。プロになるためには必要な気持ちじゃないかもしれません。でも私は私たちの中にあるこの気持ちを絶対に大切にしたいんです。そのためにプロになれなかったとしてもですか？なってみせます。この気持ちを手放さないまま、みんなでプロになってみせます。それにやっぱり武器にしたくないものを武器にしてしまったら、私たち自身が納得して楽しんで最高の演奏をすることができない。そんな中途半端な気持ちのままじゃ、お客さんたちの心を震わせるような演奏はできないと思うんです。中途半端な気持ちじゃ、それは確かにそうだな。プロになるために代償を払う覚悟はできています。でも何を払うかということは私たち自身で決めていきたいんです。私たちの一番大事な思いを守るためにも。ほなみの言う通りだね。しほちゃん、進藤さん、私たちはプロとしてやっていければそれでいいわけじゃないんです。お客さんの心を最高の演奏で震わせる、そのためにプロになりたい。だからそこを、私たちの思いをブレさせるわけにはいきません。武器が必要なら、ここからみんなで見つけます。所属させてよかったと思えるような、そんなバンドになれるよう必死で頑張ります。だから次のライブを見に来てください。絶対に最高のライブにします。ほう、わかりました。そこまで言うのなら期待しても良さそうですね。今度のワンマン楽しみにしてます。はい。一番大事な思いを守るために、払う代償は自分たちで決めるか。若いくせに結構な単価を切るじゃねえか。もちろん現実はそう簡単じゃない。この世界で生き抜きたいなら武器は全部使った方がいい。だがそういう手段を取ることで失われるものも確かにある。大事なものを守りたいのならなおさらな。今日の話で
あのバンドの覚悟が分かったな。あれくらい強く自分たちの意思を主張できるのなら、荒波に揉まれてもまあ問題ないだろう。しかしあの望月という子、一番気弱でおとなしそうに見えたが、なかなかどうして気骨があるな。あの子はバンドの要になるだろうな。正式にオファーするときは必ず押さえておきたい。バンドはああいう奴がいないとボロボロになっちまうもんだ。もしもし社長、今いいですか？はい、ありがとうございます。実はレオニードというバンドのことでお話が。出てくるなんて、なんだか今になっても信じられないな。あれ、安心したら急に緊張した。うん、まさかライブの見学から急にああいう話になるなんてね。でもほなみがちゃんと話してくれたから。って、ほなみ？ちょっと大丈夫？ほなちゃん、どうしたの？ごめんね。ほっとしたら急に力が抜けちゃって。大丈夫？立てる？私に捕まっていいよ。で、すごくプルプルしてる。なんだか今さら怖くなっちゃったみたいで。みんなごめんね。え？私、せっかく声をかけてくれたレーベルの人にあんな風に言っちゃって。もしこれで一緒に仕事をっていう話までなくなっちゃったら。まったく、何言ってるんだか。さっき、ほなみの言う通りだって言ったでしょ。あの言葉に嘘はないよ。ほなみが、ああやって言ってくれたから、私たちの気持ちもブレずに済んだ。そうだよ、ほなちゃん。最初は、プロになるためなら、納得できないこともしなくちゃならないのかなって思いそうになったけど。でも、ほなちゃんがああ言ってくれたから、大事なところは守らなくちゃいけないって思えたんだよ。うん。私たちの大事なものを守ってくれてありがとう、ほなみ。みんな。ううん。私の方こそ、ありがとう。よーし、そうとなったら今度のワンマンは最強のワンマンにしなくっちゃね。最強のワンマンってちょっとバカっぽいんだけど。え、そんなことないよ。でも実際今までで一番いいライブにしたいね。だね。ってわけで、明日から二度目の集中特訓をやるのはどう？え、それって、アネモネさんたちとの対バン前にやった？うん。今回は、
ワンマン自体の準備もあるから難しいかなって思ったんだけど、ホナミがいろいろ頑張ってくれたおかげでちょっとはまとまった時間が取れそうだなって思って。そっか、うん、みんなで集中してやったらきっとゴゴッと良くなるよね。うん、新曲の完成度も上げたいな。特にホナミは事務作業をやってもらってた分、ドラムの練習する時間が少なくなっちゃってたから、そこもサポートさせて。ビシバシ行くから覚悟してよ。うん。全力でやりきれた。やったよおなちゃん。もうさきちゃんたら、急に抱きついたら危ないよ。取って取って、嬉しいんだもん。あ、みくちゃんたち聞いててどうだった？もちろん最高だったよ。この調子ならワンマンは万全な状態で挑めそうだね。うん、でも油断はしないでいこう。そうだね、私たちの初ワンマンでお客さんに思いっきり楽しんでほしいもん。ここまで来れたのもほなちゃんのおかげだね。よかった。曲を作ることも演奏で引っ張ることもできない私にできることは本当にちょっとしかないと思ってたけど、今回は少しだけみんなが進むための力になれたような気がする。それじゃあ第一段階はクリアできたことだし、ここからは一曲一曲もっと詰めていくよ。みんな覚悟はいい？